いつもつまずいて立ち上がる。
アリスガーデンお集まりの皆さん元気ですか？あ、元気そう。暑いよ、どうしようって感じなんですけども、今日初めてサーカーチャ見る人も多いと思うので自己紹介からさせてください。はい、黒色担当競技ズルナです。ルナちゃん、次は世界ちゃん。はい、白色担当ランナー世界 .com です。世界。はい、緑色担当ドメスティックメオです。メオちゃん。はい、水色担当全く逆でヨメリロンです。ヨメちゃん。ありがとうございます。ということで、さっきあの紹介もあったと思うんですけど、今日さくらちゃん初めて見るよって人はこの後の特典会でチェキが1枚無料で取れます。なので初めましてね、いっぱいしに来てください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次の曲いきましょう。
や今日盛り上げていただきありがとうございます。で本当ねもう毎回毎回これだけさもうファンも集まってくれてさすごいよね。本当いつ跳ねるか分からんなって思いながら見てます。はい、ありがとうございます、はい、でなんかそのさ目標というか目指すところってあるんですか？サークルクラッシャーとして目指すところありますか？そんな感じない感じ。海外ツアー武道館して。待ってみんなバラバラじゃん。武道館行こう。武道館ね。であのプランクスターズが先輩なんだっけ。はい、でその先輩たちも結構さグイグイ行ってるからさ、ね、同じくらい行けるかなと思って応援しております。はいはい、はい、でね、僕名前覚えてきたのでちょっと紹介させていただきたいんですけども、皆さん向かって左からランラン世界 .com。 そして緑色の髪の毛ドメスティックミャオ。そして全く逆で夢理論。なくない？そんなことない？暑い？暑い、暑いよね、確かに。そして、氷月ルナ。で、この前さ、いなかったよね。いませんでした。あれ、どうした？ちょっと心配だったよ。死んでました。死んでました？はい。二日酔い。違います。未成年。あ、ごめんなさい。ごめんなさいね。活動休止してた、多分。あ、そうなんですね。ごめんなさい、ちょっと分からなかったです。コロナが怖くて。はい。あ、なるほどですね。まあそうやってちょっとねコロナも落ち着いてきて どんどんね活躍の場も増えてきてると思いますが、ちなみにリーダーって誰なんだっけ。リーダーです。あ、リーダー、今日のそのアーのステージどうでしたか。まあ暑かったと思うんですけど、今日はちょっとみんなまだ寝てたかなって思いました。寝てた。寝てる。もう寝てる。みんな寝てる。もう花粉症。あー、わかる。目がちょっとやられてて、ライブ中めっちゃ目が飛びました。なるほどね。しかしちなみにさ、シャボン玉持ってきてたじゃん。あれは別にライブ中に使うわけではなかったよね。あれはなんかノリで。あ、ノリで。たまたま買ってさっき遊んでたみたいな。そうそう。なるほどね。ぜひですね、また次回ですね、ゴールデンウィークにもお願い、5月5日だったかな、もうお願いさせてもらってるんですけど、そのゴールデンウィークのアイドルームのコーナーはなんと30分。今回はですね、20分の枠だったんですけど、まあ、もっとね、おそらく暑くなると思いますので、しっかりと暑さ対策して、しっかりと目パッチリ開けて、しっかりとね、この応援してくださるファンに素晴らしいパフォーマンス見せていただければと思います。はい、ということで以上、サークルクラッシャーの皆さんでした。ありがとうございました。さあ、そしてこの後、特典会ございますので、チェキご希望の方、サインご希望の方は右手の緑側のテントにお越しください。以上、アイドルームのコーナーでした。ありがとうございました。